はい、じゃあ今日は 3on3 の8チームで23人なんで1チームだけ2人になっちゃいます。
今日は普通のトーナメントですね。火でいないですね、今日は。残念です。はい、じゃあチームの抽選やっていきます。
さあ、ランダムでチームを決めてます。まあ、リーダーだけ適当に、とりあえず強そうな人を上から抜いていって。まあ、ちょっと夕べがちょっと抜けて強いんで、ちょっと有名なチーム強くなったら組み直してほしいぐらいなんですけど、さあ今日はヒデは来てません。ヒデは死にました。ヒデ死んだ。ヒデ最近ニュートン来てないですね。そういえばおや来てた？来てないよね。そうなの、有名からって2人チームにしたいんですけどね、しようかと思ったんですけど、もう割り振っちゃいました。ちょうど1人足りないんですよね。ニーアートケイシンがいるんですけど、ニーアートケイシンが出ない出ないと言い張ってるんで、わしじゃ滑舌の悪さには定評がある。バラしちゃダメなの？ケイシンがバラしたらダメと。出りゃ今からでも出りゃいいやん。今どこが二人チームだったの？友田金子サブキャラだったら竜でいいよ。ケイシン竜そこ入んなよ。シュンリーはあかん。え、そこはもう決まってんじゃない？ランダムサブキャラだったらいいよ。さあ、ケイシンは組みたくない人と組みたくないから出ないっていう感じなんですかね、このランダム。もしかして今の雰囲気から言うと、サニアは出ないとなると絶対出ないんで、出そうにないですね。おっと、アパカしっかり。もう決まってんだっけ？チームまだ振ってるの？有名がロード、チャボーズ、サガット、サガット。まあちょっとキャラに偏りがあるからまあいいかな。でもロードくん S サガットなんだよね。まあこのチーム編成で言うと優勝候補は友座、金子、あと一人なのか？それとも、ユーベガが一人の力で優勝してしまうのか。あとは、カワシム、コア、鷹の爪ですね。ここも、かなり、鷹の爪さんがやっぱ強いんでね、関西の。もう一個、トモ、ウネ、あと一人誰？お茶丸くん。まあでも、どこもどこも、みたいな感じですかね。トモザ、カネコ、ケイシン出んの？ケイシンかニーアーのサブキャラどっちか。関西から鷹の爪さんが来てます。ケイシン竜でいい？もうあいつ出ねえからおめえのが早よせえよ。ニーアーもサブキャラだったらいいよ。どっちか。さあ、じゃあもう始めちゃいます。どっちから、左右上から始めちゃう。でも左上からだとでも時間かかっちゃうよね、あいつら決めるまで。甘やかしてはいかん。じゃあまず誰が出てくるかっていうか、あいつらが出るか出ないかだな。はい、配信台それ最後でね、ハクくんとロードくん。
ハクくんがエッサが使ってたの、もしかして逆？ほう、終わり。はい、野試合終わって開始する準備をしてください。じゃあ右上、左上、ちょっとまだ決まってないんで右上から始めていきましょうか。あ、いい？じゃあ別に OK とかではなくても出るか出ないかな、これランダムで決めてんだから。はい、100円。じゃあ継進竜で左上がちょっと強いチームになりました。うん、はい、どうしよう、左上から始めちゃう。じゃあまあいいか、右上って言ったから。じゃあペコ杉破天荒対川島駒鷹の爪、来てください。さあ鷹の爪さんがニコニコしています。笑顔には定評がある男ですからね、関西で。写真写っていつもニコニコしてますからね。ペコ杉破天荒、杉くんはいるけど破天荒さんもいて、ペコ助が来た。はい、じゃあ全員いんのかな。はい、キャラは自由っていうか好きなの使ってくれりゃいいけど、メイン使えよ。めんどくさいんで。はい、 1P2P はどうします？じゃんけん、じゃんけん、 1P2P じゃんけんしてください。先方決め、先か先出しか 1P2P かですね。はい、後出しか 1P2P です。はい、後出しか 1P2P どっちですか？後出し、1P2P どっち、好きな方座って、先方を決めて座ってください。はい、もう座っちゃってくださいね。S バイソン、ザンギに絶対殺されるんじゃねえか。はい、早く座って始めちゃっていいですよ、先方の人。さあ、川島チーム先方迷ってますね。川島、破天荒じゃねえや。川島、駒、鷹の爪チーム。2P 側が、はい。はい、鷹の爪さんが先方です。じゃあ、ペコ、杉、破天荒さん、誰が出るか。まあ、杉さんがガエルで出るべきなんですけど、破天荒さんは実はガエル戦かなり得意という話を聞いております。さあ、杉さん、仕事ができるかどうか、頑張ってほしいですけどね。さあ、開始です。関西からの緑の、破天荒じゃねえ。なんだ、鷹の爪さんを次破天荒さんって言ってしまいますね。どういうことですかね。さあ、ガイルザンギ。さあ、と半分リードだが、ワンチャンで死んでる、危ない。さあ、端っこ。追い払いたいですね。端っこでダウンしちゃうと死んじゃうんでね。さあ、鷹の爪さんが、おっと痛い。さあ、連チャンジャンプ。富士さんがいい感じで逃げる。サマー出ないと死ぬよ。さあ、ダブルサマー出して。これ削れたんじゃないの、ダブルサマー。削れないから。ゼロドットで残るか。さあ、ダブルサマーが出ないがばっかりに死んでしまう。ああ、これは死亡確定なのか。おっと。思い切ってサマー撃っていくしかない状態でしたが。あー、ガードはまずい。死んだか、死にましたね。まあ、
ザンギの時をガードしてはさすがに勝てないですね。さあ誰が出るか。さあ破天荒さんを出すわけにもいかないのでペコスケが、さあ S バイソンもう勝利を諦めてますね。このチーム勝つ気ねえだろお前ら。 S バイソン何で91ぐらいあるからね。これダブラレしてるだけでほぼ終わってるからね。ああ、もうこれ取り返す方法がないですよね、ぶっちゃけ。ザンギが回ってるだけのザンギに対してバイソンが技を当てるのがめちゃめちゃ難しいです。あー死んだ。おっと、あーホットヘッド。おっとヘッド。さあ、ためぞーターンパンチをためてたのはずなんですが、もうなくなっちゃったかな。まあまあまあ、そりゃそうですよね。もう勝つ気がねえとしか思えないキャラ選択でしたね。なぜエスケを使わなかったのか。チームメイトに悪いと思わないのか、お前は。チームメイトに恵まれたとかって言ってますが。さあ、破天荒さんが、もう、ダルシムを倒さなければならない。タファシムを倒せるの、まあ、その前に破天荒さん、破天荒さん、鷹の爪さんを倒すことができるのかっていうところですよね。あー優しくない感じですね、鷹の爪さん。鷹の爪破天荒さんは、破天荒さんが出張でよく大阪へ行くので向こうで戦ったことがあるはずですね。モンテカルロとかで。さあ、破天荒さん飛んでいくが、それはクレアレで確定。さあ、これは死んでしまうのか。おっと、はじけ失敗したが、ファイナルアトミックを2回目を食らってしまう。勝ったのは、カワシム、コマ、タカノツメチームですね。タカノツメさん3立てです。では次、ハゲ、中島、ヌルポガ、トモ、ウネ、オチャル、オチャル丸、オチャ丸。さあ、1P、2P、後出し断定してください。はい。どうぞ。はい、1P、2P か、後出しか。後出し、じゃあ、丸太方、1P、2P、先方決めて座ってください。はい、座っていいよ。どっ、はい、始めちゃっていいですよ、先方。で、かぶせの方はそれ見て、ガイルですね、多分、ウネ君。さあ、ウネエシュリューなんてのもあるんですけど、さすがに、首が痛い。寝違えてね、首が痛くて左を向けないんですよ、僕。ニアマイク持つ？何してそこ座ってんだよ。さあ、ウネガエルに出ていくのはハゲ。何を使うのか。ハゲはね、結構いろんなキャラを使うんですが、カブセといえばダルシム。さあ、ハゲダルシムがガエル戦だけは練習しているのか。あ、好きなキャラ使っていいよ。お前、チュンリガイだったら何でもいいやん。チュンリガイか。先方さんがリーダー決めるときに選んでるんで。お前チュンリー使ったらその中入んないとダメだからダメ。さあ、おっ、ハゲシャガパンだけで買っている。他なんもしねえだんが。さあ、ウネ君はあんなダルシムには負けちゃダメですよ。しゃがみパンチしかしてない。おっと、ハイヤー打った。
あれ指揮来てんだ。あー、いや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 、あいつサブキャラ何使ってもダメだからダメダメダメ。さあ指揮と指揮嫁が来てますが、参加はされないようです。さあ、ウネ君、体力リードされているが、まだこれは、おっと、今のは3段が入る当たり方でしたが、あれね、結構難しいですよね。一緒に落ちていって、低めで大キック出すっていうのはね。おっと、いい勝負だったが、シティバイソン投入、まあ、そうですね。最初あればね、チーム決める前に来ていれば、でもね、シティもね、結構出たがらない男なんでね、今やってないんで、いやいやいや、今やってないんで、とかって言ってね、もういやいやいやしか言わないですからね。さあ、さあ、2P が、お茶丸くんが、まあ、ダルシムにバルログをかぶせていってるんですね。しかし、ハネにはめられている。おっと、ハネバカバカになってしまった。さあ、ヒョーバルモードに入ることができるのかと、あ、ガード出して投げる。さあ、ハネがはめたい。チョップ、はめたい。テラー。さあ、バルセロナで裏を持って。さあ、これ削りで、おっと、上から削ろうとする。ローリングの削りでもう終わりですよね、あれ。ローリングでもたまに投げ返せるんだよね。理屈はよくわかんないですけど。おっと、裏へ行ったが投げられる。ナルシムのドリルの着地のスキって普通のジャンプの着地のスキルでっかいんだっけ。さあ暴れる。さあハネはなんとか捕まえてはめ殺したい。さあはめたい。あっ、ピオールよー。今のバルログだったらね、ドリル2発でかなりの確率でピオりますね。しかしピオんなかった。ダルシムバルログはドリル2発で5割以上でピオンじゃないのかな。確かピオ値15-15だよね。さあ、ポガ S 剣、 S 剣バルログは S 剣有利説もあるけど、やっぱりないっていうような感じの組み合わせですが、まあダルログとしてはめんどくさい方のキャラではあるのは間違いないですね。そう、大勝利しっかり。さあっと、今の竜巻はあんまりよろしくないですね。あれ、テラー出すバルログが今いないんでね、基本的にシャガパン出して竜巻出されても裏透かしてない。おっと、大昇竜から、バルログは大昇竜の先っちょで落として、サギ飛びはいけるのかいけないのか結構怪しい感じですよね。起き上がりが早いんでね、受け身ができないのが S 剣最大の弱点ですが、さあ投げて、もう一回投げたい。おっと、届かない。おお、しっかりヌルポガ君がしっかり勝利点を出すのは珍しい。さあテラー、お釣りも入って、お釣りっていうかおかわりも入って、大勝利出ないが、おっと、これはつらい。さあ何を食らってもし、おっ、減らなかったが、さあ台、台をやってしまいましたね。あの台はね、出が遅い上に変なとこに当たり判定があるので、繋がりにくいですね。しゃがみ台ではなくて立ち台の近距離だったら、まあコンボに行けるかなっていう感じなんですけど、なかなかそんな前にはならないですよね。さあリーダーの中島くん、ガイル・バルログは高いんですよね、あれ。難しいですよね、めくりで当てるのは。高めで当てて、わざと高めにして、もう、お願いなりをするしかないっていう。サマーからの、おっと、ライナーで失敗で、体力リードは中島ガイルだが、振り向きサマー、よく引きつけましたかね。今のはバルログ側はもっと高いところを飛んで遠くへ後ろに行けば、もしかしたら透かせたかもしれない。さあ画面端のバルログガイルは
入る側は何も当て技を当てることはできないんですけど、バルログ側も実は技を当てることが結構難しいので、ずっと永久にガードするみたいな感じなれば、もうちょっと読み合いみたいになるんですけど、大体我慢しないですね。さあ投げ返す、お茶丸くんがしっかり投げ返している。さあくぐって慣れて、さあおっと、あそこは伊藤がいるスペシャルですね。あのドラゴンスープレックですから、無理やり前歩いていって、おっと削り、二ドットでは削れない。おっと前に行っちゃったか。さあそしてトモくんチームもリーダーのトモくんが出てきます。これはちょっと名勝負になりそうか。ガイル竜、竜だよねトモくん。キャラ銃だから トモダルシムとか出てくるかと思いましたが、さすがにそこは開幕のソニック波動拳相打ちは何を取るかっていうところですよね。大足でダウンを取っていくか、スタブでなんだろう形を取っていくか、結構人によって好みが分かれる。裏剣も全然ありだと思いますね。ピオチ高いんでね。さあ画面端真空があるが、おっと体力はが、おっこれ今ので竜がリード、おっと今度はガイルがリード。さあこれはガイルの家であります。おーしっかり、ダイゴス真空はソニック打っちゃうよねあの間合い。さあガイルは画面端どれだけ我慢できるか。さあ竜もなんだかんだで端っこを追い詰めて一気に たくさん体力を取りたい。ガイル側は端っこ追い詰められてもいいんで体力リードしておきたい。で端っこの竜の欲張った攻撃を全部しのいで勝つみたいな展開が割と多いですね。さあしかしこれはトモくんがいい感じ、相打ち狙いの台足ですね。あれ、おっと三段できず。さあトモくんもこれは手ず、体力時間がないですね。しっかり逃げ切ったトモくんが勝ちました。じゃあ、左上行くんで誰かちょっと早いマイク持ってもらっていい。そうですね、ガイルキックアッパーサマー、まあ三段がね。友田金子謙信対長州クレジンエキスパー。じゃあ、どうす、1P、2P は決まりました？じゃんけん勝った方は後出しかコンパネ選択権、どっちかを選べます。あの先出しの方はもう始めちゃっていいですよ。コンパネを選べます。はい。2P。はい。じゃあ友坂金子系新チームが 2P を選択。長州クレイジンエクスパーチーム。先に出てきたのはクレイジンさんですね。リュウダル。あ、これね、ダルシム、ぜひともこれは取りたい組み合わせですね。さあ、ケイシンさんのサブキャラの竜。まあ、サブとはいえ、この竜強そうっすね。さあ、クレジンさん、なんとか踏ん張っていただきたい。さあ、
さあ長州さんがゲージを貯めろと言って溜まったんですけど、ちょっと届かず。あ、竜巻が結構ね、めんどくさいんですよね。そう、それですね。あの、立ち中キック、立ち台キックとかで、竜巻は止めれるんですけど、あー昇竜拳合わせてきますね。見てからですか？やばいですね。おっと、これプロゲーマーになった方がいいっすよ。さあ、エクスパー竜。竜来ましたね。さあ、エクスパーさんはもともとはダル使いで、今は竜使い。まあ、竜はね、負けたくないでしょう。あっと、ぶっ飛んでったけど、真空。さあ、ちょっと軽心竜強いかこれ。あと上出ない。飛んだ。燃えて。さあ、エクスパー竜がかなりリード。昇竜。さあ、ゲージたあるのでちょっと怖いぞこれ。昇竜中ゴス。あーっ、うわー、なんかぐっちゃぐちゃになって、飛んで飛んで飛び入って、めくり竜巻。さあ、エクスパーさんもちょっと緊張してるか。竜で負けるわけにはいかない。おお、ロケット。あー、今のはちょっと普通の飛びだったら3段入っていたかもしれない飛び。真空投げて、まだある、まだ波動飛んで、おー、リード。あ、出し返して、あ、飛びがちょっと早かったか。着地を投げていく。さあ、エクスパー流勝利。あ、金子剣。あ、金子剣はかなり流線はやってるはずなんですけど、まあ流使いもやっぱガイル戦は相当やってるでしょうから、これもやっぱ面白いカードですね。ガイル竜はほんとみんな一生やってますからね。なんか始まるともう止まんないですからね。さあ、竜巻をしっかり処理していく。さあ、金子さんの方がかなり完璧にさばいている感じか。真空ってちょっと削ったけども跡がない。さあ、時間もないぞ、時間。さあ、仕掛けに行ったけど、あー、タッチ中盤。さあ、大将の長州さん。さあ、いつもの黄色い剣。さあ、あと金子さんのガイルと友田さんがね控えてますから。ああ、そうです、強襲してた人ですね。まあ、それがあの名前の由来というわけでは多分ないと思うんですけど。
さあちょっと苦しいか長州さん。おお、ぶっこんでく、膝入れて、あああれ、なんでレッパじゃないんすか。やはりレッパは難しすぎたか。あー、対空がうまいなこのガイル。あー、ちょっとこれくる、厳しい厳しい。あー、裏剣飛んできた。はい、じゃあ友坂猫慶心チームの勝利です。大変失礼なプレーを見せてしまいました。はい、バイパー小手白、ゆうべがロードチャボーズ、バイパーゆうべがそのところ対戦してないでお前大会大でやれよはい、小手白、小手白ロードチャボーズ来てください。はい、あれ、ゆうべがのベガ誰か使ってんのゆうべがもう敵立ってるからね。紛らわしいよねはい、1P、2P、もしくは後出しのジャンテンしてください。はい、もうジャンケンぐらい誰やっても一緒だからはい、後出しか 1P、2P か、まあどっちでもいっちゃどっちでもいいっすよ。はい、 1P、 じゃあ、1P を選んだってこと。後出しは先方、じゃあ先方決めて座ってください。キャラ何でもいいよ、毎回変えてもいいよ。なんか、ゆうべが DJ は禁止です。ベガ使えゆうべが、お前が DJ かぶせるとかなんかもうおかしいから、ベガで全部いけるやろはい、先方はチャボーズサガットなんで誰をかぶせていってもいいですけど、まあ固定 X サガットで同キャラやってもいいですし、ハク君がベガを出してもいいですよ。キャミはちょっとめんどくさいと思うんで。まあまあ、ハクベガ対チャボーズサガットですが、なんかピョリそう、お、ピョって投げる。さあ、チャボーズうまいですね。あ、しかし引っかかってしまう。さあ、裏に行く。裏に行った意味があったのか。おっと、また引っかかる。また端っこまで持ってかれてしまう。左から右へ行って、左から左へ行く。さあ、また飛んで。なんか怪しい組み合わせ戦いになってますが、ナイトメア溜まってるんで、ちょっと怖いですが、おっと、投げ回りに落ちてしまった。あれが投げ回りでちょっと外に落ちればベガ側がほぼ投げ角になっちゃうんですよね。死ぬよ、死ぬんだー。はいはいはい、ちょっとあれは裏いっちゃってますね。ああいう時は小小小大を切り替えれればいいんですけど、さすがにサブキャラのベガでそこまで要求するのは酷ですかね。さあ、ベガサガットは見た目ほどベガ有利ではないという説が最近ありますね。さあ、これ今回もキャボーズくんが結構頑張って、さあ、ハクくん困ってる。さあ、ワンチャンで殺したい。あー、今のは投げ無敵でしたかね、サガット。まださ、あ、どっちが、コテ君が同キャラで頑張りたい。
でもね、この後 S サガットが出てくるんですけど、大丈夫ですかね。サガット対 S サガットって相当終わってる組み合わせだと思うんですけど、 X サガット対 S サガット、博士はダルシムよりもそっちの方がきついんじゃないかって言ってましたけど、さあさあチャボーズうまいですね。したたかノーリスクでダメージを取りにいってる感じですかね。さあコテ君としては玉打ちで勝ちたいところか。さあ全部飛ばれている。さあ飛ばれるわ踏むわ、いいとこがないぞコテサガット。自分も飛びたいが、対空は垂直ジャンプ全部飛ばれている。さあ、今まで全部飛ばれてますね。ああまた飛ばれた。これは対戦経験の差なのか。モテ君いいとこなし。さあ、大将、バイパーホークが、下がっとベガを抜くことができるのか。格の差ですか。チャボーズには格がある。サガットホークはホーク戦いやすい組み合わせのような気がしますが、どうなんですかね。さあアパカをガードして弾き台風ができれば結構戦えそうな気がします。さあ当たんないがコッパー一発からの台風、おっとあれはね、ちょうどあの台風の後のバックジャンプコンドルでいい位置に落ちることができるんですよね。バイパーフォークのよくやるパターンですね。下がった相手に。あれでコパーと台風じゃねえや。トマホークですね。生トマホーク結構出してきますね、あそこから。さあ、相打ちはホークが美味しいですね、あの位置の。ガードされても、タイガーニーのお釣りが入るんですけれども、その場合、ガードしようと思うと、コパーが飛ばれてた場合死んじゃう可能性があるんで、ガードはできれば下がってもしたくないんですけれども、アパカを出すとあんな風に相打ちになってしまう。なかなかいい位置でバイパーフォーク飛んでいきますね。さあ、これ、あ、そうですね、タイガーをあれで蹴れますね、X サガットは。しかし、S サガットはあれは蹴れないんで、まあ、S サガ戦はどうなのかっていうところですよね。まあ、S サガ戦も、タイガーショットの打ち方が、おっと死ぬよそれ。おっ、 S サガジャンプに触れなんでね、ああいうの結構バックジャンプで逃げれます。さあ俺タッチ、さあ S サガのリバーサータイガーからのバックジャンプっていうのはね、N コッパハメにはかなり有効ですね。さあしかし画面端タイガー2で、あれタイガーショットが入るときと入んないときがあるんですよね。タイガーショットの方が美味しいっちゃ美味しいんですよね。ダメージが高くてダウンしてる時間も長くて間合い的にもタイガーショットを重ねれるんだ。あーと死んだか、アッパかー、ダイニック相打ちはこれ死にそうですね。エースサガのアパカ減ります。さあタイガー2とコンドルの削りがだいたい2対1ぐらいになっちゃう。おっと今のはさあガードしてるのを見てバイパーホークチョップで飛んでますね。さあ俺だやめておけショップ。さあバイパーさん何かするんですけど反応できてないくらい何もしてないっていうのがすごいですね。ロード君それでいいのか。さあ死んだか。さあちゃんと技出せよと。おっと出した。さあタイガーに
ロード君、ロード君もアパカ出す気がないですね、これ。あ、ですよね。そりゃそうなりますよ、アパカ出さないと。さあ、ユーベガが引っ張り出されてしまった。さあ、ベガ戦は得意というバイパーホークですが、ユーベガの壁はね、熱いですね。さあ、しかしこれもいい勝負期待できるんじゃないでしょうか。さあ、ワンチャン力はあるんだ。これ死ねるよ。さあ、しかし投げ返しのユーベガ、ちょっとでも甘いと投げ返します。さあ、体力もベガがリードですが、ホークはとりあえず、おっと、俺たちゲージがたまらないが、あっと、たまったが普通の台風。今のは夕べがだったら投げ返しそうでしたが、まあちょっとずれたのかな。クラウト、おっと、これは死ぬか。さあ、夕べが逃げたが端っこ、これは死、おー、暴れる。この辺が夕べがの根性値。とりあえずもう生き残る可能性があれば何かやりますからね。おっと、しかし死んでしまった。夕べががこんなあっさり死ぬなんて。さあ、これでまさかの優勝候補ユーベガが死んでしまったので、じゃあカワシムコマタカの爪、カワシムコマタカの爪、トモウネお茶丸、トモウネお茶丸、はい、そう、 1P2P か後出し先方じゃんけん、とはグーじゃんけんじゃなくて、まず握手から入るのが関西流ですかね。後出し、はい、トモウネお茶丸、はい、先方、はい。さあ、お茶丸くんがかぶされたくないので先方は嫌と。はい、もう始めていいよ。 1P2P 好きな方座ってくれ、座って始めてください。まあ確かにそうなんですけどね、何をかぶされるのが嫌なのかわかんないけど。さあ、ガイルに出てカーシム戦法、容赦ねえなお前ら。さあ、これで技法でもしガイル、さあ、ウネ君は今日はガイルダルシュも押しに行きました。明日着物道、小物道があって本田、エスト本田戦やりたいはずなんですけど。さあ、燃えてしまう。さあ、ウネ君は何かのリバーサかなんかの戦点ですかね、これ。さあ、ムエタイ出してもあんましいことがなかった。熱い、これはもうダメですね。いや、これだってダメだもんだって。ワンチャンあるよって誰が言ってたの。お茶丸くんが言ってたの。ないやろ。どうやってもだよ、ナルシムわざまてしない限りないぐらいやる。さあ、お茶丸くんがバルログを出していくのかな。ホンダでもいいですよね。さあ、どっちを出すのか。さあ、お茶丸くんはバルログを出していく。さあ、バルセロナの出し方次第ですよね、この組み合わせは。普通に出すとあんな感じでね、ちょっとダルシムのチョップなりバックジャンプなりブラス、オキブラストなりをいろいろ食らうんですけれども、その全てに対応できるバルセロナがあるっぽいんですよね。ちゃんとしているバルログを見てると、本当にバルログのダルシムバルログ側のバルセロナだけで
バルセロナ力が問われる組み合わせですよね、これ。バルセロナ力が低いとあんな風に捕まって殺されちゃいますね。さあ、これ死ねるんですよね。あっと、めくりスライディング。さあ、これはもう死ぬまでバルセロナしかないが、おっと、ハワシムがピオルかと思わせて暴れ。さあ、トモ君が三立てをしないとダメですが、さあ、竜で三立ては、まあ、ダルシムさえ倒せればなんとかなりそうではありますね。まあ、鷹の爪残儀もきついんですけれども、ダルシムに比べれば、まあ、どうなのかな、残儀の方がきつい説も実はあるんですが。さあ、トモ君は一時ダルシム戦はやってた、ムームーとやってた。さあ、真空で終わり。さあ、今のはどこかでキャンセル真空をやるはずだったのかな。おー、燃えてしまう。おーっと、しっかり裏、あっと、中中波動が入ってればピヨってたんですね。しかし、トモ君のこのダルシム戦、手堅い。予定なダメージを食らわないが、おー、ダカワシムのドス。あっと、竜巻出なかった。今の出てれば。さあ、しっかりからの、さあ、真空溜まったが、カワシムのダイスラ結構思い切ってますね。あれも打っていくしかないじゃないことはないか。体力勝ってんだもんな。まあ、でもあれ割り切って出されると結構竜釜もめんどくさいですね。ちょっと歩いてガードすればめり込むんで、ダイヤシが入るんですが。さあ、あんな感じでトレンドアウト、中スラ慣れとか食らっちゃう。さあ、カワシム欲張っていく。投げる。さあ、これはさすがに厳しいか。さあ、ファイヤーからインフェルノー。勝ったのはカワシム。さあ、友田金子継進対バイパー小手伯。はい、 1P2P 後出し断定してください。はい、じゃんでした。はい、じゃあ先方 1P 取ったんなら先方も決めて座ってください。さあ、コテサガット。さあ、コテサガット、さっきは同キャラ戦でひどい戦いだったんで、今度はいいとこ見せてほしいですね。頑張ってください。なんであんな変な戦いになっちゃうんですかね。あのエクサーだね、XS とかのやや下がやや返る戦みたいないい感じの戦いを。気合が入ってないとダメなの、コテ君。さあ、誰を出すのか。ケイシンか金子か。友田でもいいと思うんですけどね。バイパーホークが残っ、まあそうか、変えていいよ、チュンリー以外だったら。さあ、ベガ。ベガサガとは言うほど、ベガ戦いやすくないよね。まあ、さっきのあの、チャボーズ対ハク君を見てる。さあ、サガットの弾の打ち方でなんとかなる。おっと、アパカ相打ちだが、何返して、おっと、おさあ、ジェノサイドイ。おっと、無理やり出した。リバーサはないんですが、あの間合いからだとアルチナレでリバーサである必要はないっていうやつですかね。さあ、死ぬか。おっと、さすがに今のは
あの位置で蹴らないともうアッパカを食らってしまう感じでしたかね。あ、アッパカ。さあベイガーはジャンプが高くてタイガーを避けた後もなかなかラッシュが終わらないっていうのがねきついところなのかもしれないですね。さあナイトメア、それは食らうか。まあああいうところは精神しっかりしてますね。先ほどのエキスパー戦の波動を抜ける竜巻なんかにしても。さあ踏んで変なところに落ちる。さあおっとめくり、垂直ジャンプにはめくり性能がないんでもうアラートも後ろに当たる技がないですね。さあパカー、しっかり投げたい投げたい。あーっと、さあ上タイガーはちょっと流行ったか。さあめくり、さあナイトメア、おー相打ち。ナイトメア削れないかなあれ。さあパカ、さあタイガー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 。さあパカしっかり引きつけている。さあこれはコテペースですね。さあおっと浮いてある。さあジェノサイド、さあどっちを出していくか。さあ金子が行く。まあガイエスサガーホークはガイル使いにづらいですね。いや、エッサガーが残ってるよね。あ、違うのか、ハク君か。サガットだ、サガットサガットのイメージがあったけど、あれは違うチームでしたね。ハク君はでも、キャミーがガイル辛いですね。でもさっきベガ使ったんで、今度はキャミー使いたい。さあ、アッパカ出ない。さあ金子はサガット戦かなりやってるはずなんですけども、コテ君もガイル戦はやってるんでね、ややを倒した男だからね、金子には負けられない。さあ吉尾とやってんだっけ、カト君は。さあゼロドット金子、さあスワット上飛んでいた。まあ、飛ぶしかないわな時間的にどっかで。まあ、飛んで飛んで、さあピオリソー、さあコテ君が球の打ち、ガイル戦の球の打ち方うまいんですかね。先ほどのサガットサガットとは打って変わってキレのある動き。おーしっかり大パン。さあしかし金子もサガット戦は結構得意なはず。さあリフトアッパーだが、さあジェノサイドで削れてしまうが飛んでいく。おっと今のはジェノサイドでよかったのかな、大キックとかでいいのかな。さあファイナルラウンド、まあファイナルラウンドか3ラウンド目ですかね。さあ今回もリードはコテサガット大パン。さあいい勝負ですね。相打ちだがこれはサガット側が美味しい。さあソバット、ソバット、おっと今のアッパカはなかなかいい感じでしたが、さあ端っこ結構辛いですねこれ。さあ割り込みどころが難しい。さあアッパカー、さあ追い払ったがガエルの飛びが怖い。ソバットで金子が、さあハクが先に出る、ベガーに残ってるんで、まあ先ほどもユーベが倒したバイパーが頼りになるということで残してあるのかな。さあハクキャミー、まあ今度はキャミーですかね。まあガエル相手にはベガーの方がいいんですけれども、あっとめくりが当たる。先ほどベガ使ってちょっといまいち切れがなかったんで、最近動きが切れているキャミーの方を出したいっていう感じですかね。しかし金子とは結構やってるのかな。さあ死んだ。さあガイルキャミーは結構キャミー戦いやすいのかな、もしかしてやることはっきりしてるから。
さあこれは死ねるよ。めくりどう？おガイナイスガード。さあチューチュー痛い。フータイクしっかり。さあフーリガンめくりはナイスガード。そうなの？ガイル掴んなくない？さあしかし金子いいとこなかった。いいとこないってことでもないか。さあリーダーの友座が2人を残して出てくるが、バイソン、バイソンなの？別にバイソンでもいいけど、バイソンの方がきついんじゃないの？フォークってどうなんだろう。さあハック君は自分でもベガ使うんで、ベガ戦は結構自信があるのか。さあキャノン打っていく。ベガ相手キャノンガードされるとダブル D がドムドムって当たって痛いんですけれども、さあこの裏、あーいってー一発でかいのが入ってしまう。ベガの落ちからのチューチューダブル D が 100% ピヨりますね。 100% 行き過ぎかな。今 100% ピヨるよね。ダブルに一発だとピヨんないですよ。なんか200入るんでね。あ、そうか、今のダイスアートだからか。何やってもピヨるね。中大とかでピヨる。さあ、しかし、今回もハク君がいい感じ。さあ、ダブルに食らって、めくりまでセットで。おっと、めくりではなくて、スカシデダンを狙ったのか。さあ、ナイトメアがあるんで、あんまり。痛いですね。これあっという間に友田が体力リード。さあ取り返すのは結構厳しいぞ。あーせー一気にまくられてしまった。さあここで先ほどゆうべが相手に金星を挙げたバイパーホークが再びベガ戦に臨む。さあこの組み合わせニュートンではいつも見る組み合わせですね。まあ勝率的には友座の方がちょっといいのかな。どうなんだろう。まあほぼ五分ぐらいのようなイメージがありますが。さあ中大痛い。あっと今のコンドルはガードされて最後でピオリまであったのかな。さあ大ディック対空、おっと今たまらないですかね。大ティック、大ティック減るんすよ。さあこの体力も大ティックで死ぬ、死ぬかな、どうなんだろう。死ぬ可能性も十分あるね。龍拳とかの大ティックだと絶対死なないんですけれども。さあベガは体力、防御力硬いんで、まあ死なない可能性もありますけれども。さあ大ティック痛い。ベガじゃない、ホークか。ホークもベガも確か同じ防御力ですね。ホークの方が硬いんだっけ。どうだったかな。ザンジ以外は硬いキャラ、2番目に硬いキャラが何種類かあって全部一緒だったような気がしないでもないですが。さあめくり大キック、ホークはあのめくり大キック、めくり中キックがガードしづらいっていうのがこの組み合わせの辛いところ。さあ友座いい感じで戦っている。さあゼロロットナイトメアスキー。さあこれは友座盤石でした。じゃあ決勝戦3-1-2はいらないですよね。やる？ハジェどう？いやどっちでもいいよ。3決やりたい？どうでも良さそうな顔しますねこの2人じゃあ決勝やりましょう。友座金子ケイシン対カワシムコマ鷹の爪 1P2P と後出しじゃんけん。小又っていうの？小又くん？
なんて書くんだよ、将棋の駒。古い、古い、また珍しい名前だね。コマタ、タがあの太郎のタで、なんか上にコマで、なんか無理やり3文字とかつけていく感じかと思わせといきや、またはまたのまたなんだよ。ああ、川又くんのまたか。あの字を使うってのも珍しいよね。決まったじゃんけん。どっち？先方？先らしい。1P、2P 選んで先方。あ、決まったんの、もう。さあ、ダルシムザンギ、ホンダなんで何出しても被せられます。さあ、チェイシンが何出んの？竜。さあ、これは鷹の爪さんの仕事かな？さあ、鷹の爪さん、これ3立てできますよ。金子さえ倒せば。さあ、大阪からの鹿くん。さあ、おっと、しっかり、暗い昇竜ですね。さあ、鷹の爪さんの龍拳戦は、うまいはず。さあ、メインキャラのザンギで龍拳戦が苦手な人ってあんまりいないですよね。ポニーザンギぐらいですよね、龍拳戦が苦手なザンギって。他にいる？さあ上、おっと、今のはピオコ、ピオリを狙いに行かずにダメージを取りに行った感じですかね。あれね、ジャンプ大キック、しゃがみショーパンチ、連キャンジャンプ大キックでピオリますね。うまい。めちゃめちゃ難しいんでやらないと思いますが。さあ、チェイシンうまいですね。ザンギ戦には自信があるのか。しかし勝利点、勝利点出なくてもしっかり竜巻を出す。さあ、チェイシン勝ちそう。さあ、今のスクリュー確定っぽかったけど、鷹の爪さんが、あーっとっと、とりあえずボタンを押す。その辺が偉い。ファイナルアトミックは溜まっていないが、おーっと、連チャンジャンプ、昇竜拳で終わり。さあ、鷹の爪仕事できず。さあ、これはカワシムを出していくしかないのかな。ホンダは残したいですかね。さあ、カワシムが出ていって3立てしたいかな。勝ったとしても友田が出てくると思うんですが、ちょっとこれ辛いですね。金子が残ってるんで、コマさんの役が立たない感じですかね。さあ、DD 使ってもガイルン勝てないでしょ。さあ、友座さえ倒せばね、勝てるんでね、川島さん立て頑張ってもらいましょう。まあ、ダルシムは全然さん立ていけるキャラですね。さあ、インフェルノが溜まって、さあ、どこで打つかって感じですけど、今ピヨって投げる。めんどくさ、コマンド入れるのがめんどくさかった？竜ダルシムは最初に竜がリードすれば竜有利があるという話を聞いたことがあります。ただ最初のリードを取るのが結構難しい、難しいんですけど、ダルシムも実はリード取るの難しくて、ファイヤーがね、竜がいい間合いをキープされてるとファイヤー打てないんですよね。見て竜巻っていう、本当に見てできるのかっていうのがあるんですけど。さあ、バックジャンプで竜巻真空を貯める。さあ、意味がない溜まりもしない、真空が溜まらない。あれもうファイヤー合わせたいとこですけどね、ダウンしないんですよね確か。あれ、さあ、先にで友田が出てくる。まあそうですね、金子出してもやられるだけなんで。でもこの間金子勝ったよね、そういや、川島に。さあ、ピオリオ、おーっと、今のは怖い当たり方だったが、さあ、中盤じゃなくて何か他の技を押せば、おー、リバーサーダブル2、
だが、カワシもリバーサチョップでネガのめくりを避けていく。さあ、ベガのダブル2をね、リバーサで出すと、ちょっと頑張って浮くんですよね。2フレ目か3フレ目ぐらいから浮くんで、ちょっとでも遅いとなると、ああいう風な感じになっちゃうんですね。相手がきっちりしていると、さあ、カワシも欲張ってインフレームを狙っていったんですが、さあ、これは出て、さあ、これカワシムリーチ。あとはもう金子処理するだけ。まあ、前回負けてるんでね、今回はしっかり処理したいところ。金子前勝ったんだよ。ドリルに3段を決めて勝ってほしいですね。さあ、金子いきなりリードされてしまう。さあ、おっと、今のはドリルを読んで何か当てたかったですね。あの、ガルシムがドリルを、ソニックを踏むのをドリルでかわそうとして、そこにガイルが飛びを置いてあって、こうピオラシ3段を決めるっていうのを、ガイルの勝ちパターンの一つですけど、それをしっかりできるガイルは無敵君ぐらいです。なるほど。さあ、死んでしまうガイル。ヒットバックは一緒よ。しゃが立ってくらったら、しゃがんでくらうと違うけどね。さあ、これは死ぬしかない。画面端っこに行ってしまった。さあ、飛んでいくが、ガードで別にいいんだよね、あれ、ガルシム。ガードしちゃっても別に何も起きないんでね。さあ、インフェルノがあるんで動きたくないが、めくりが、あー、当たったが繋がらず。今の高さだと、何も繋がらないのかな。さすがに、さすがに。さあ、カワシム3立てで優勝は、カワシム、コマ、タカノツメチームでした。お疲れ様でーす。コマタ。じゃあ優勝したお三方、写真を、写真いいですか？写真、あ、嬉しそうですね。
じゃあね、今日のランバトはこれで終了します。まあじゃあ12時ぐらいまでは多分配信やってると思いますんで、の試合ですね。あ、今金子さんと小俣さんがやってますね。
Yeah.
Thank you.
Oh!
Bye.
Yeah.
Thank you.